今日はデンタルクリニック東洋大院長の大石健一さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。月に一度歯についていろいろとお話を伺っています。前回は虫歯の予防についてお話を伺いましたが、はい、今日はですね、治療についてちょっとお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、今の学校では歯の検診が終わって、そろそろこう何かこう治療の進めとかっていう。そうですね、福山ではだいたい4月5月に学校検診がありまして、はい、でそれをまとめて学校の方から、まあ、治療を早めに受けた方がいいよっていう、案内が、まあ、各児童生徒さんに配られるっていうことになってます。はい、それをもらう時期に入ってるわけですね。そうですね、はい。嫌ですよね。私も思い起こせばあれが来ると歯医者さんに行かなければと思ったもんですけれども、やっぱりあの、ね、今でもいくらこう技術が進んだといっても怖いですよね、歯医者さんってね。そうですね、やっぱり私たちがすることが、まあ、あの外科的なことをやっぱりやりますので、はい、やっぱりその辺はどうしてもちょっと怖いっていう感じはやっぱり受けられても仕方ないかなと思います。うん、ただまあだいぶ昔よりはだいぶあの受ける立場にとってはやっぱり楽にはなったかなっていうところもやっぱりあります。そうですか、はい、でも楽になってもやっぱりあの椅子に座るのが怖いと思う人たちのための歯の治療って何かあるんですか？そうですね、あの、まあ、まずはあの最初に来られた時にやっぱり緊張してるっていうところをやっぱりリラックスしてもらうっていうことで、あの医療スタッフとか受付のものとかになるんですけれど、あのしっかりお話を聞くとか、あの、まあ、どういう状況、どういうお困りごとがあって、どういう希望があるかっていうのをしっかり聞くっていう、そのコミュニケーションですね、それをやっぱり充実させようっていうところがやっぱり増えてきました。やっぱり聞いてもらうだけでもやっぱりそれ違うかなって、分かってもらえたんだっていうところがあると、やっぱり痛みのこれから治療するにあたって痛みっていうのはやっぱり感じ方がもう全然違う、安心感がやっぱりちょっとでも増すとやっぱり痛みの感じ方が違ってきますので、はい、そういうのはだんだん進んできたなっていう感じがします。じゃあすぐにあの病院に行ってすぐにあの診療台に座るっていうか椅子に座るのではなくて、まずはお話をするんですか？そうですね、そういうスタイルの院員さんがやっぱり増えてきてます。いきなりあの状況も分からずにこう治療されるって言ったらやっぱり怖いところがありますので、はい、まずはまあ状況、こういう今虫歯の状況がある、あの他の歯槽膿漏の状況がある、でそれに対してこういう説あの治療っていうのを考えてるんだと、うん、でもちろんあのそのご本人さんの希望とかあの治療期間もあるでしょうし、いろんな要件、あのいろんな制約とかもあるかと思いますので、はい、そういうのも組んでやっぱりこれこういう治療っていうのが、まあ、一番今のところでは適してるんじゃないかっていう、まあ、提案ですね、はい、そういうやっぱり話をやり取り、あのキャッチボールしながら、うん、あの決めていくっていうのが最近の流れになっていますね、はい、であのどうしても歯の治療になるとウィーンとかってこう削りますよね。そうですね、すごい怖いんですけれどもあのまあ、最近はあのやっぱり麻酔ですね、やっぱりその、まあ、技術とか、うん、あと使う器具とかいうのもだいぶあの進歩するよう、あの進歩してきました。例えばあの麻酔するときにあの歯茎のところにですね、あの表面にちょっと麻酔の塗り薬を塗ってからできるだけこう刺すところが痛くないようにするとかですね、うん、あとあの針なんかもやっぱり私があの卒業も20年以上前になるんですけど、あの卒業した頃よりはやっぱり針の太さもだいぶ細くなりましたね。やっぱり針あの太いとやっぱり痛くなりますんで、はい、やっぱりそれがやっぱり細くなるとあの、うん、やっぱり痛みの感じ方、うん、あのだいぶ楽になると思いますけれど、ね、最近はあのこう削る時、はい、表面ちょっと削るだけでも麻酔ってかけるんですか？まあ、大丈夫な時はそこまでもないんですけれど、やっぱりその方があの怖いとか、あと若い方の方がやっぱり痛みはやっぱり感じやすいところがあるんで、まあ、ちょっとレントゲンとか、まあ、実際見たりとかしてちょっと深そうだなっていう分であればもう早めにお勧めして、まあ、楽な方があのいいですよということで
そうですよね。やっております。今お話聞いてるだけでも、あの神経にぐさって当たった時のね、あのもう嫌なのを思い出してしまいました。まああのしっかり十分時間をとって、うん、あの聞かせていけば大概の場合は大丈夫なことが多いです。ただどうしてもやっぱりあの基本的にあの怖がりさんっていう方がいらっしゃいます。うん、まあそういう方にはちょっと別の方法、要するにあの、はい、あの緊張をちょっとリラックスするっていうのを言葉がけっていうこと以外にでも、まあはい、あのできる方法もございます。それはどんなことをするんですか？まあ。あの気持ちを楽にさすっていう、はい、まあ、あの笑気ガスって笑う気体って書くんですけれど、うん、笑気ガスっていうのがあります。これをちょっと吸ってると、まあ、ちょっと緊張感がちょっとほぐれるっていう、まあ、意識は別に飛んだりなったりはしないんですけれど、うん、緊張感がほぐれるっていうことで、はい、ちょっとゆったりした気分で、まあ、治療ができるっていうものです。うん、別に副作用とかそういうものは大丈夫なんですか？基本的にはないですね。まあちょっと肺の病気とかある方とか、うん、まあ妊娠中の時にはやっぱりちょっと配慮はしたりしますけれど、まあお子さんからまあ成人の方、あるいはまあ怖いっていう他にも、はい、喉の奥とか、うん、奥歯治療するときにどうしてもおえって吐きそう、はい、オート反射っていうんですけれど、そういうような方にすると結構緊張がほぐれて割と楽にできるっていう人が結構多いんで、うん、それにちょっと緊張しててベロがすごくガチガチに固まっちゃうみたいな方もいらっしゃるんですけど、やっぱりそういう笑気ガスで鼻で吸いながら、まあ、治療していくっていうふうになると、ちょっと緊張感が解けて、うん、ベロもよいしょってのけて、まあ、安全、割と安全に治療できるっていう、うん、そうなんですね。いいんです。はい、じゃあ笑気ガスを使われる方って結構いらっしゃるんですか、患者さんで。やっぱり怖がりの方ってにはやっぱり使ってるケース、まあ、おすすめしてご希望でしたら、まあ、進めてるケースがよくあります。ただだん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 治療 の流れとか、はい、まあ、各院さん その人柄とかですね、うん、そういう分でちょっと慣れたっていう方だったら、まあ、それももういいよって言われる方がいらっしゃるので、まあ、治療の内容とか、ちょっと今回はちょっと大変な治療かなっていう時にだけ使うとか、うん、そういうふうにだん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 使わなくてもいい場合もあります。もちろんずっとどうしてもこれでないと安心できないっていう方は、まあ、されたりはしますけれど、だんだんそう離れていく、使わなくてもいいよ、落ち着いたよっていう言ってくれる人もやっぱり多いです。はい、私歯医者さんに行くともう治療が終わるまで体ガッチガチですもんね。もう治療が終わったらあ疲れたっていう感じになってしまいますので、はい、そういう人にはちょっとおすすめするといいかも分かりませんね。そうですね、まあ、ちょっと直さなきゃいけないところはやっぱり早めに直した方がやっぱり小さくて済むと思うんですけど、ただそうはいえどもやっぱり心の壁っていうのがあるかと思いますので、まあ、それもちょっとでもやっぱりこう乗り越えられる、和らげるっていう、うん、まあ、使えるものはまあどんどん使っていった方がまあいいんじゃないかということで、まあ、おすすめしてるものです。はい、はい、ということで、ぜひ歯医者に行きたいけどでも怖いしっていう方は、まあ、いろいろな方法があるということで、はいはい、ぜひその院に行って先生とねご相談して、はい、コミュニケーションをうまく取りながら、はい、楽に歯の治療をしていただきたいですね。そうですね、しっかり守っていただきたいですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はデンタルクリニック東洋大院長の大石健一さんからお話を伺いました。